っても美味しいね。いつか現実でも食べたいわ。じゃあ今度来日する機会があったらぜひうちの店に寄ってくれ。うん、行く行く。マスターのお店に行くの楽しみよ。やれやれ、いつの間にかこの店の常連になってるな、セブン。結局シャムロックはほとんど活動停止状態、クラスタもかなり減っちゃったって話なのね。うん、そんな感じ。セブンはもう ALO でのアイドル活動はほとんどやってないらしいし、ファンたちも活動する意義をなくしちゃったんだろうね。あっけないものね。ファンなんだから最後までついていく的な男気はないのかしら。おい、シモンさんよ、どっちかっていうと ALO でのアイドル活動を応援してるのか嫌いなのかはっきりしろよ。別に私はどっちでもないわよ。いきなり手のひら返すなんて誠意に欠けるって思ってるだけ。まあでもそんなもんだろうな。流行り廃りを止めることなんて俺たちにはできないし、 ALO の印象を好転してくれたセブンというアイドルにはやっぱり感謝すべきなんだろうな。そうだね。あ、そういえばスメラギさんとさっきそこですれ違ったよ。うん、あいつにどうしても聞きたいことがあったんだ。俺スメラギに会ってくる。ちょっとキリト君、いつでも何か買うのか。また用事があったら寄れよな。お仕事をお探しですか？またいつでも来てくださいね。ここにいたのか。何の用だ？スメラギ、一つ確かめたいことがあったんだ。お前突然何を言い出すかと。レインがシャムロックの行動を把握していた理由を、あいつはセブンの動向を自分がレインに流してるって言ってた。でも総務省の役人が一プレイヤーの情報をどうやって手に入れ、セブンは法に触れることはしていない。運営会社へ情報開示だから、運営会社へ手を回すよりもシャムロック内部に、そして一番適任なのがスメラギヨータ、量子能力学の研究者にして七色博士の右腕なんだから。気候課はリアルでもバーチャルでもセブンの近くにいるお前に協力を要請して動向を探らせたんだろう。なあ、お前はセブンに忠誠を誓ってたよな。お前の真意はどこにあるんだ？セブンへの忠誠は。それは違う。確かに最初は彼女のことを研究チームだが、彼女の研究への情熱を見ているうちに、気候家さんがやろうとしていたことは、そして今後どのようになっていくかを、彼はセブンを通して
VR 世界のありよう。そうだったのか。だからセブンの実験が失敗に終わった今、今後この世界にログインすることはないだろう。お前と戦って分かった。俺はセブン、今の俺は、そうだな、スメラギとデュエルした時、そうだな、少なくともお前と戦っている時は、俺はまたスメラギと戦いたいと思ってる。考えておこう。ああ、言い忘れていたが、気候家さん、貴様だ、キリト。まあそんなところだ。貴様とセブンが接触しぶつかり合うことで何が生まれる。少なくとも俺もお前と剣を交えてみ、キリト。貴様は、はあ、知ってるよ。何もゲームをやめる必要なんてない。キリトはライバルに卒業され、まあそのうち気が向けばログインして。そうね、いろいろあったとはいえ、でもちょっとまた今回の一件を踏まえて、今回は騒動が起きることもなく収まったから、セブンちゃんも不問にな。これからはどうしなければならないか、もっと事前。飛行家も似たようなことを言ってたが、 SAO やっぱりそこに存在するのはプレイヤーという人。でも今回菊岡さん、まあ内心気に食わないけどね。ああそうそう、愚痴らない。でもキリト君を ALO に誘導して、裏ではレインちゃんにスメラギさんから得たセブンちゃんの情報を伝えて、結果うまく運んだのは事実だよね。いや待て、よくよく思い返せば俺はあくまで自分の意思で ALO に来たんだ。そんなにムキにならなくても分かってるって。本当かよ。あ、すまんみんな、俺行かなきゃいけないところがあるんだった。ん？何キリト君、どっか行っちゃうの？あ、なあ、お前の大事な人のところだよ。え？まあすぐに本人からちゃんと話があると思うから楽しみにしておけ。何を言ってるの？分からないからちゃんと説明して。ご主人様、お一人ですか？はい、はい、1名様ご帰宅です。あの、はい、この店で働いてるカラタチさんって子、今いるかな？ご主人様、ここはそういったご指名などができた。そう。それではこちらのお席へどうぞ。レインはスバルと攻略本、全くログインすることはなかった。何度かメッセージを送ってみたが、返事も一向に返ってこなかった。あいつ、この店辞めちゃったのかな。何ですかご主人様、その別れた女のことが忘れられないとでも言いたげな。どうぞ。まさか来てくれるなんて思わなかったな、キリト君。プリビエット。レイン、あ、じゃなかった。リアルではカラタチニジカさん。ううん、このお店のメイドさんネームではレインの名で通っているのです。そうか、じゃあ引き続きご主人様の仰せのままに。レイン、もう ALO には戻って。うん、ちょっと厳しいかな。 SAO の一件でそれに言ったでしょ。私、妹の七色に会うためにもう会えたし、問題も解決したし、これ以上は…レイン、お前が寂しそうに何か話している時は…え？本心を押し殺して話してる時。そうかな。ひがみでセブンを見に行ったのだって全部嘘だった。ラストダンジョン攻略中にも嘘をつくなんてどうかと思うぞ。いや、別に嘘じゃないって。最後にセブンに対してマクシ…あれを聞けば、お前がどれだけ妹を心配。詰まるところ、
お前はあの子を守るため。はあ、キリト君、お見と。妹がマスコミとか世間の話題の的になって、プライベートまで餌食にされていく。自分が生地同類の仕事をやってるから、この世界の酸いも甘いもよく理解し、気がみなんて本当は全然なかったんだよ。私そこまで。でもほら、やっぱり姉妹だからね。ちょっと痛々しくなっちゃってね。で、いろんな気持ちが混ざったまま、気づいたら私で、シャムロックに入ろうとしたんだけど、嘘がバレて速攻で追い出されちゃって。菊岡さんとは入院してた時に面識があったから、家族のことを打ち明けてダメ元で頼んでみたんだ。それで内々に教えてもらったって。うん、でもほら、姉って言っても別に一緒に暮らして見守れたらくらい。いや、あの時レインはちゃんとお姉ちゃんだ。ありがとう。俺がセブンを止めようとした3つ目の理由も似たようなものだからな。え？3つ？単純な話だよ。セブンのゲームに対しての姿勢。ん？どういう？セブンが ALO にログインしたのって、どんな目的があってゲームをしようと、もう純粋に ALO を楽しもうと思ってやってきた俺としては、俺だったらどんな目的があったってゲームを楽しむことを忘れ。でもあいつの本心にはやっぱりあったんだ。子供らしくて、いろんな思いを混濁させながらも、結局大人であることはセブンに対してじゃない、そういう状況。キリト君熱いね。別にいいだろ。でもありがとう。あとな、さっきお前が言ったことは、え、もう ALO にログインする理由はないって。え、ないよ。だ違う、お前はあの世界が。え、そもそも相当のオンラインゲーマーじゃないと SAO をやろうなんて。レインは生粋のゲーマーなんだよ。 VR へ同じゲーマーの俺が言うんだから、それは間違いない。じゃなきゃ妹に自分の遊び場汚すな。キリト君、 SAO であんな目に遭っておきながら ALO に入れるはっ。まあ、いや、え、俺はクソ。え、あの時俺の索敵スキルをかいくぐったスキル、あれって相当レアな装備じゃないとつけられない。あんなスキルのついた装備はソロプレイヤーが。そう、いやはや、キリト名探偵には。でもね、いや、私やっぱりアイドルとして七色には相当先を越されちゃったけど、そして多くのファンに熱狂してもらいたい。これからはそのために自分の時間だからね。キリト君がもしここに訪ねてきてくれたら。そうか、これから私は本当のアイドルを目指すよ。歌の勉強もたくさんするんだ。オーディションもたくさん受けてみる。わかった。寂しくなるけど、それがレ。それにね、今また ALO に戻っちゃ。言えばいいじゃないか。ダメ、やっぱり私言えない、この現実の世界で。じゃあ俺からも条件を一つ。え、レインとセブン、君ら姉妹には今回す。その私。バカなこと言うなよ。もう一度。だから私は行け。都合のいいタイミングでいいからさ、草原でも。ちょっとキリト君。